旧敵武田家との攻防を続けていた家康のもとに信長からの使者として桃地三太夫が訪れる。三太夫によれば徳川信康が密かに武田家に通じ信長への反乱を企てているという。三太夫は信康に適切な処分を下すよう迫るが、家康と瀬名は突然の事態を受け入れられずにいた。信康事件。信康が武田に通じて謀反を企てて言うだと。そんなの嘘よ。あの子が私たちに黙ってそんなことするわけないじゃない。しかし三太夫によればすでに信長様のもとにそのような報告が届いているとのこと。大変だ。信康が兵を挙げたようだぜ。武田の軍勢もすでに三河に侵入してるぞ。そんな武田勢が現れた以上穏便には済むまい。とにかく真相を確かめねば。半蔵、出陣の決だ。御意。この乱世私に何ができるのか。俺を使いこなせよ武智よ。三人な信長に従い続ければ徳川もいずれここは武田の手を借りてでも道を正さねば。信康の反乱に乗じて三河を制し織田討滅の布石となす。騎馬隊かかれ。武田の騎馬隊か。あれを打ち払わなくては信康に近づくこともできない。信康が武田に通じるなど信じがたいが、とにかくこの騒動を収めなくては。信康殿と武田を引き離しましょう。両者の連携を断てば戦も収まるかと。私とて物の不なのだ。叶う相手ではなかったか。策を用いて信康殿と武田を引き離す。その前に砦を押さえておかねばならず。信康の真意を確かめるまで引くわけにはいかないわね。瀬名、そうだな。私も同じ気持ちだ。しかしこうなった以上助ける道は。生きた。自らご活躍とは恐れ入りますな。織田殿は裏切りを許さねえお方だ。徳川の命運は始末のつけ方次第でしょう。始末。桃地殿がその見届け人というわけか。これは重次と近吉。
信康に従い離反したのか。堪忍ならぬ。物か耐えきれん。聞かせてもらう。お見事にございますな。武田の騎馬隊が破られた。だがもはや後戻りなどできぬ。あちゃ、信康に改心する気はねえようだ。さあ家康殿、どうなさるおつもりで。信康は上かたくなに。に従っていては徳川も先がない。信康様はそれを見越してことを起こされたのだ。だとしても筋を通さず乱に及ぶなど、それこそ徳川の命運を脅かす行為だ。自らご活躍とは恐れ入りますな。叶う相手ではなかったか。武田勢に向け偽の伝令を放て。勝頼様、お耳に入れた気が。何？信康の寝返りは偽りだと。そんなはずはないと思うが。今はまだ撃たれるわけにはいかない。
迎え撃ち、相手の勢いを削ぐのだ。開門。信康方の将を手早く倒すことができれば、武田は信康に戦意なしと見て引くかもしれない。おやおや、信康め改心するどころか、ますます牙を剥いてきなすったか。信康は身内を傷つけるような子じゃない。きっと誰かにそそのかされて。きっとそうよ。私とて物の不なのだ。耐えきれん。引かせてもらう。お見事にございますな。妙にあっさりとやられたな。やはり信康は家康と共謀して武田を陥れようと。まずは思惑通り、これで信康と武田勢を引き離せるといいのだが。どうも信康は信用できぬ。下手に動けば何をされるか分からぬぞ。どうした、なぜ勝頼殿は動かぬ。援護がなくては我らはどうしようもない。勝頼様も信康殿も何をしておられるか、座して待つだけでは勝てませるぞ。開門。そこか。武田方の足並みが乱れた今こそ正念場。敵を蹴散らすのだ。この気配、伊賀者か。なぜこんなところで。信康め、周りの連中にばかり戦わせて、てめえは高みの見物か。とんだ卑怯者ですな。信康、もとより我らと本気で戦う気などなかったのかもしれない。現に武田に通じて兵を挙げているんだ。そんな言い訳が通用するわけねえでしょう。元信、どきなさい。あんたに構ってる暇はないの。拙者とて瀬名様に刃を向けたくはござらぬが、これも真の務め。ご覚悟を。岡部だろ。信康は本当に私に範囲を。お主ではなく信長への範囲であろうが、さようなことを拙者に聞くでないわ。行くぞ。受けてみよ。堪忍ならぬ。打ち払う。私とて物の不なのだ。やりきったぞ。ここで死んでは宙を尽くせぬ。自らご活躍とは恐れ入りますな。動かぬがゆえに多大な犠牲を払う羽目になった。これ以上戦ったところで武田に利はない。引き上げるぞ。開門。待ちなさい。信康を見捨てて自分たちだけ逃げ出すつもり、許せない。急がず着実に。信康は武田の意を借りて徳川を乗っ織田を脅かさんと企てた。
いわば勝頼は巻き込まれただけ。信康こそが全ての元凶ってことじゃありませんか。黙りなさい。信康のことを何も知らないくせに勝手なこと言わないで。急げ。たやすく三河を取れるはずが、こうも痛手を被るとは話が違う。勝頼殿が敗れたか。どうやらこたびの挙兵は初めから無謀だったのだろう。このまま逃げ帰るようでは武田の名が地に落ちよう。我らだけでも意地を見せよ。徳川の行く末を案じればこそ、私はそのことだけでも伝えねば。開門。ようやく信康が出てきたな。家康殿、どうするかはあんた次第だが。信康の行いは許されることではない。当主としてなすべきことをなすのみ。生きた家康。嘘でしょ。仲間を、家族を撃つつもりなの？徳川など恐るるに足らず、覚悟せよ。悪いのは信康をそそのかした誰かであって信康じゃない。そうでしょ。だが武田と通じ乱を起こしたのは事実。徳川家の当主として不問にはできない。そんな。いずれ信長は徳川を滅ぼすつもりなのです。そうなる前に私は。そのような戯れ事をたやすく信じるとは愚か者め。私とてもののふなのだ。ここは引くほかあるまい。若も頼もしゅうになりましたな。生きた。徳川。急がず着実に。信康、すぐに降伏なさい。今ならまだ申し開きもできるわ。ここまでの騒ぎを起こしたのです。もはや助かろうなどとは思いません。私とて物の不なのだ。とえきれ、引かせてもらう。すべては私の未熟が招いたこと。この命をもって償いましょう。討ち死に。どうして、なんでこんな結末に。信康は死んだが、これで一件落着とはいかないでしょうな。家康殿。ああ、身内から謀反人を出した以上、私も厚かましく生きながらえるつもりはない。ちょっと何言ってるの。あんたが死んで一体何になるのよ。これ以外に道はない。それで全てが収まるのだ。生きた。いいわ、聞きなさい。信康をそそのかしたのは私よ。おじさまの仇である信長に従うのはもう限界。まだ信長に従いたいならあんたを撃つ。セナ、何を言い出すのだ。そなた、もしや全ての罪を一人で。いいから、徳川の皆を守りたいなら黙って私を切りなさい。そんな勝利条件変更。敗北条件変更。
瀬名殿の陰謀とは驚きましたな。織田殿には俺から伝えておきましょう。三代目、あやつどうも見よう。私とて物の不なのだ。力及ばずか。撃ち取ったり。耐えきれん。引かせてもらう。お見事にございますな。やめよセナ。そなたに罪をかぶせ、私だけ生き残るなど。いいえ、生き残るのよ。それが当主である、あんたの務めのはずでしょ。当主が務まると思っているの？だけどそんなあんただから一緒にいられて幸せだった。ありがとう。さようなら。私のために。若、おつらいとは思いまするが、まずはこの一件、瀬名様と信康殿が起こしたものとして信長様にご報告を。おいおい、おっさん、この弱り切った竹千代によくそんなむごい話ができるな。瀬名様の思いを無駄にせぬためだ。若、よろしいですな。わかった。その上でこの一件の真相を突き止め、後日瀬名様の名誉を回復したく存じます。真相？信康殿が独断で武田に通じ謀反を起こすなどありえぬ。さらには三太夫の不可解な言動、我らははめられたと考えて相違あるまい。確たる証がない。半蔵、頼む。この騒動の真相を何としても暴き、瀬名の名誉を取り戻してくれ。
ごめん半蔵殿、息災のようで何より。利光殿、遠路わざわざのお越し、書状では済まぬ要件ということか。さよう。それがし殿の命により、織田を脅かす影の正体を探っておりまする。松永の謀反、播磨での相次ぐ反乱、その裏で悪しき影が動いていると見ておりまする。なるほど。利光殿、よくぞわしを頼って来てくれた。その影の正体、心当たりがある。なんと。ではお力添え願いようか。無論。ただし真相を暴いた暁には、そやつの討伐に明智勢の手もお貸しいただけようか。望むところ、吉報をお待ちしておりまする。今日はいかがなさいますか。またいつでもどうぞ。